ちゃんちゃん、皆さんこんにちは、シンクと申します。ゲオセール8月8日2日目もね行ってきましたので動画撮らせていただきました。でね、今回のセールはね16日まで、来週の月曜日までということなので、ご参考までにまだ行かれてないよって方あるかどうかは分かりませんけども、参考価格としてね、よければ見てていただければなと思います。で、最後に購入したものの紹介もしておりますので、最後まで見ていっていただけると大変嬉しく思います。本日はね、店舗さん3店舗回らせていただいて、1店舗目と2店舗目で購入させていただいたので、そちらの動画をね今日と明日だと思うんですけどもにあげたいと思ってるので、よければ見てってください。ではでは行きましょう。まずはじめにプレイステーション4からオーダー1886、今回ね税抜き価格が980円以下なので、こちらも対象商品となっております。こちら1078円。続いてグラビティデイズ2980円。これパッケージいいですよね。パッケージが好きでパシャって取っちゃいました。プレイステーションビータからカリキュラ980円。ワンピース海賊無双3980円。テラリア980円。プレイステーション3からスリーピンクドックス台湾秘密警察1078円。メタルギアソリッド5ファントムペインスペシャルエディションがこちら980円。 PSP からファイナルファンタジーゼロ式480円。これ持ってないんですよね、何気に。プレイステーション2からリモココロン、こちら180円。プレイステーション2日暮らしの泣く頃に祭り、こちら480円。その他ね、こちらの店舗さんはねプレイステーションのゲームもたくさんあったのでね、ご参考までに写真だけ遠目ですけども貼らせていただいております。だいたい税抜き価格980円だったんじゃないかな。まあ物によってはちょっと高いものもあったんですけども、ほとんどね半額商品の対象になってたと思います。続いて任天堂に移りまして、スイッチからキューブクリエイター X980円。すごいパッケージ可愛くてね、裏も見た感じね、マインクラフトに似てる感じの世界観でございました。買おうかなってめちゃめちゃ思ったんですけども、多分オンラインがねなさそうだったので、今回はねスルーさせていただきました。娘に買ってもよかったなってちょっとね悩んだんですけどもね。続いてピカチンキットゲームでピラメキ大作戦、こちらも980円。 Wii U からスーパーマリオメーカー箱付きのやつが980円。こちらもね、スペシャルパックですね、スーパーマリオコレクションスペシャルパック箱付きの限定版のやつが980円。続いて Wii U ヨッシーウールワールド、こちら980円。サイコロ達人 Wii バージョンソフト単体が980円。ポッケントーナメント980円。 3DS からカービィバトルデラックス、こちら980円。戦闘中伝説のサムライとサバイバルバトル、こちら980円。みんなポケモンスクランブル980円。進撃の巨人2未来の座標980円。進撃の巨人人類最後の翼チェイン980円。住みこ暮らしお店始めるんです、こちらも980円。最後に DS でございます、マリオバスケ3on3 480円でございました。ではではこの後はね購入品の紹介に行きたいと思いますので、ぜひぜひ見ていってください。ではでは、レッツラゴー。はい、ってことで改めまして、ジョジョこんにちは、シンクと申します。いかがだったでしょうか。今回の動画はね2日目に回らせていただいた時のやつを何点かピックアップさせていただいたんですけども、ご参考になればいいかなと思ってね、ピックアップさせていただきました。その中で何点かね私もねご購入させていただいたので、そちらをご紹介していきたいと思います。で、今回は3店舗
回って、で、結局、紹介、ここにしたのは2店舗なので、まあ、1店舗ずつ、1店舗ずつで、動画を2本に分けたいなと思っておりますので、よければね、こちらの動画、次の動画も見たいなって思われたらね、チャンネル登録していただいて、よかったらね、この辺にあるベルマークも押していただければ大変嬉しく思います。では、今回3本紹介していきたいと思います。まず1本目が、はい、こちら。リモココロンっていうことで、こちら可愛くないですか？なんかすごいパッケージが可愛くて、後ろもね、内容なんかちょっかいを出そうってちょっと面白かったんでね、買ってみました。よいしょ。中身のディスクはこんな感じでございます。説明書も綺麗ですよね、これね。よかった。ね、チラシも入って、説明書が、ああ、なるほど。なんか綺麗だなと思ったらあれですね。昔の任天堂の説明書みたい。ほら。かわいい。なるほどね。これ今度ね、ライブでやりたいなと思います。ライブか、まあ、公開収録かどっちかわかりませんが、やりたいなと思いますね。かわいい。はい、こちら一つ目はリモココロンでございました。続いて、二本目。二本目は、はい、こちらでございます。日暮らしの泣く頃に、サイ、祭り、どっちだろう。祭りですね。祭りですね。を買わせていただきました。前回ね、ゲオさんで、海猫の泣くコロニーを買ったんですけども、日暮らしも見つけて、ね、買ってみました。これもやってみたいですね。できそうだったらこれもね、やっていきたいですね。今、時期的にちょうどいいんじゃないかな。しんちゃん終わったらこれやろうかな。できそうだったら。ね、できそうだったらね。ニスク中身こんな感じです。え、めっちゃかわいい。かわいいてかかっこいい。あ、わうわうわう。え、かっこいいね、これね。このディスクめちゃめちゃいいじゃん。あ、アンケート用紙も入ってますね。え、めっちゃ綺麗よ。ほら、ここ見て見て、このピンピンさ加減。めちゃめちゃ綺麗よ。あ、これいいですね。ちなみに皆さん誰好きですか？私結構レナも好きですけどね。シオンちゃんのね、ヤンデレっぷりの時も結構好きだったりしますけどね。どの子好きですか？リカちゃまはね、可愛いのはあれですけどね。羽生いるのかな？羽生。あ、羽生はいないのか。なるほどね。あ、すごい。北条さとしくんとか、先生とかもいるじゃん。すごいね。ちゃんと出てくるんだね。羽生はでもいないんだね。なるほど。ちょっと気になるな。できそうだったらやりたいですね。まあ、多分、裏の感じ、見てる感じ、多分ライトノベル系の、あれなんだろうな、ノベルゲーム系なんだろうなと思いながら、できそうだったらやりたいなと思います。ではでは、3本目、ラストは、はい、こちらでございます。塊魂、なんていうの？リピュードでございます。プレイステーション3のものですね。これ私ね、気づかなかったんですよ、あるの。あるの気づかなくて、ぐるーってぐるぐる回ってたら、旦那が、これいらないのって言われてね、出してきてくれました。ありがたかったですね。全然気づいてなかったんで、塊魂。よいしょ。中はこんな感じでございます。プレイステーション2の時と違って、ちょっとアニメチックになりましたね、絵がね。イラストの絵がアニメチック調になりましたね。あるかな？わかるかな？これね、プレイステーション2の時のやつ。こっちのね、絵はね、あれなんですけどね、この辺のやつがね。これが、こっちはね、ちょっとアニメチックですね。やってみたいなぁ。ただまだ、塊魂の一番初めも終わってないんで、まあ終わり次第、ね、一個ずつやっていきたいと思います。プレイステーション1のやつを今途中でほったらかしてる状態なので、まあそれもやって、で、2もやって、次3に行きたいなと思います。今スイッチ、PS4 にもアンコールも出てるじゃないですか。あとなんだっけ、PSP にも出てるんですよね。後々、塊魂はね、揃えていきたいなと思います。はい。ってことで、今回はね、3本ご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか？いっぱいね、欲しいやついっぱいあったんですよ。でね、なんだっけ。ガンゲイルオンラインのやつ、ソードアートオンラインのガンゲイルオンラインのやつとかもね、もう結局欲しくて、買いに行こう、買おうかなと思って、今日3店舗ぐらいもあったんですけど、なかったので、多分もうどこの店舗にもないんだなと
思ってね、まあまたね次回の時に機会があったら買おうかなと思っております。まあ、今回はね縁がなかったということで、まあ、というのもね買ってできてないゲームいっぱいあるんですよ。そうなんですよ、いっぱいあるからね、まあ仕方がないかなといっぱいあるんですよ、本当にいっぱいあるから、ちょっとずつねゲーム消費してやる時間がなかなかなくてね、今何時？今ね夜の3時半とかなんですけど、まあ、こういう時間に収録して、編集は昼間とかやるんですけど、収録したりとかこうやって撮ったりとかっていうのをしてるんで、なかなか時間がね割けないのがねちょっとね難点だなと思っております。もうちょっとね子供が親離れ始まったらね、まあ、自分で寝てくれたりとかしたらもうちょっとね時間が取れるんでしょうけどね。はい、ということでこちらの動画良かったなと思いましたら、チャンネル登録並び高評価よろしくお願いいたします。いつもはねゲーム実況の動画だったりだとか、生放送で公開収録とか、あと普通に雑談枠とかでやってることが多かったりします。実写の動画はねだいたい家のものをねの紹介とかのことが多いと思うんですけれども、購入品紹介ってめったにねなかなかないんですけれどもね、よかったらねまた見に来ていただければなと思います。ではまた次回の動画楽しみにしててください。またね、バイバイ。